川本花本、資本着色画キ像史第3弾、食粉画キ図、主題は画キであるが、平安時代と鎌倉時代の裸域にあたる12世紀後期中央の日本の都市における庶民の排便の様子も反映していると考えられる。描かれているのは、平安教域内の工事で排便する人間たちと、人間の糞便を食いたくてたむろしている、食粉画キ時期分画キである。画キは、 髪が逆立ち、腹だけが膨れ上がり、獅子や胸などがひどく痩せこけた、浅黒い体の七匹。人間は白っぽく描かれている五人で、まず画面中央左寄りには、恥知らずなのか、無警戒なのか古今の日本人に共通する、うんこ座りで、工事の表の方を向いて、養便中の若い女がいる。この女はガキどもに好かれているようで、 画面手前の2匹などは姿勢を低くして、女の股を覗き見していると思われる。女の背後にも3匹が控えている。しかしそのうちの1匹は左側にいる沖縄沖縄が、中腰のまま脱糞し始めたことにひどく驚いて腰を抜かしたようなコミカルな表情をしている。また、画面中央には、服が汚れないように全裸で、要弁中の童子がいるが、傍らにいるほっかむりをした。 妖弁中の女の方へ顔を向けている。言葉を交わしているのであろうかおそらくは母子である。最後に、右端のアジロ壁の近くでは、バーオーナーが妖弁中である。人間は全員が高下駄を履いているが、これは妖弁中の跳ね返りを防ぐためと考えられる。また、忠義が髪と共に人々の足元に散乱している。同時は右手に持った忠義を地面に立てて、 転ぶのを防いでいる。ところで、背後に見える築地塀は、土壁が大きく剥がれて、木枠が露出し、屋根に瓦は一枚も見られない。随分荒廃している印象を受ける。楽器造史は、楽器道世界を主題とした、日本の絵巻である。消防年どころ今日の解く、現世の原因に対する来世の結果が描かれている。平安時代末期から、 鎌倉時代初頭の不安定な動乱期の社会情勢を背景として、一世を風靡した六道思想を反映した地獄造史などと共に制作されたと考えられる。旧川本家本旧高本家本、資本着色資本着色が起草史が寄贈し、後白河法王の蓮華王院十三県道法像に収めた六道への一部と考えられる。岡山県の川本家に伝来し、 言葉書きは失われている。十枚次の漁師に、欲食書き、浮かがい絵字書き、羅せ書き、食粉書き、失業書き、荒野書き、食家書き、塚間書き、食吐き書き、食密書きなどの書書きを描く。旧草原、寺本旧草原寺、盆紙本着色紙本着色書き草紙が寄贈しこちらも、後白川法王が、蓮華王院三十三剣道の法像に収めた。 六道への一部と考えられる。裏本業に基づきメレンソンジャがガキ道に落ちた母を救う物語、阿南尊者に背が利くようを習った僧が、この口書きを救う物語、ふっつが、久し過藩の五百の食水書きを救う物語などを生き生きと描く。ありがとうございます。